つなごはん乾杯。品川真珠、俺と結婚しようぜ。マスクの下笑ってないでしょ。お疲れ様です。夏目あなたの結婚、桃山香織役の丸山玲です。イエーイイエーイイエーイ。桃まあ初めてやらせていただいたんですけれども、皆さんも一緒にやっていただけたら嬉しいです。桃ありがとうございます。今日はちょっと一段落ということで、お疲れ様ということで用意していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。前回に比べてちょっとこれ見てどうですか。いやこれでしょう。やっぱりお菓子もめっちゃ嬉しかったんですけど、やっぱり夏目新の結婚といえばツナご飯でしょうということで、ツナ缶とねこのご飯で品川真珠さんが食べていたご飯ね。品川真珠、俺と結婚しようぜ。一度は言ってみたかったセリフ。いただきます。いただきます。やっぱこれが一番美味しいですよね結局。ああ、ツナとねこの油分とね。でもこれ食べてたんだろうなって思うとさ、なんか一人で食べてたのかなと思うと悲しい気持ちになっちゃうなって思いながら、いやこれやっぱね、多分映画見たらね食べたくなると思うんだよな。みんないただきます。うん、うまっ。どうすか。あ、しますします。でももらえたら嬉しいかも。いいですか、しましょう。味で変。やった。あのこれ映画のために、はい、小道具さん、まずご飯は300個用意したらしい。これを、へえ。ツナ缶はもうそれよりももっと段ボール大事。うわすごい。で皆さん食べたんですか。すごいな。知ってないな。そのゴミを作るために、はい、黒島ゆいなさんも、はい、協力した。食べたんですよね。すごいな。いやちょっともう本当にみんなで力を合わせたいですね。私も参加すればよかった。どんな味変してたんだろう、気になりますね。普通に食べてたんですか。ほぼマヨネーズ。うーん、でも一番美味しいですよねこれが。うわうまっうまっ。ちょっとぜひあのご覧の皆さんも目の前で作っていただけたら、ツナご飯乾杯。ありがとうございます。うまい。難しい、難しいんですよ。ちょっとシリアスなシーンだったりとか、ほんわかシーンでも、やっぱ真珠さんと結婚しようとする新たくんに対する、なんかちょっと本当に結婚すんのみたいな感じとか、そういう私もいるし、ももちゃんもいるし、でもなんか真珠さんと会った後にちょっとやっぱ心惹かれてるんですよね。その後のこの心の変わりようとか。真珠さん、また来るね。なんか百面相って感じなんですよ、こういう感じ。てか、わかります、伝わりました。中国 の中国の凄技のやつみたいなぐらいのね、はい、気持ちです。堤監督が、はい、あの丸山さんの演技は考えてやってるのか自然でやってるのか。え、そんなこと言ってたんですか。考えてると思いますね。全然自然でできないタイプなので、めちゃくちゃ練習しました。演技も超下手だから先生つけてもらって練習してきました。前回あの実年齢が下なのに姉貴肌を出さなくてはいけないって、悩みをお話ししていましたが、はい、新田さんと一緒に、まあ、バディっていうか、なんか兄弟、なんかちょっと姉貴肌、新田さんの姉貴肌、まあ本当は全然実年齢めっちゃ下なんですけど、そこのギャップに結構悩まされながら結構台本見てるんですけど、そんなに意気込むのやめましたね。見守っているみたいな、あんまりなんかその気取らず、姉貴肌っていうよりは見守ってる、大丈夫みたいな感じの包み込む感じ。堤監督だけに。失笑ですよ、失笑。めっちゃ喋りました本当に。
料理するんですかとか聞かれて、いい、あんまりしないんですけど、なんか調べてやりますとか話したりとか。あとなんだろうな、ヤギラくんはでもなんかすごくレジェンドなのに、こう私とでも目線を合わせておしゃべりしてくるのすごくなんか卓越した 人間だなと思いますね。やっぱり行き着いた人って結局優しいんですよね。なんか本当人類みんな兄弟みたいな感じになるのかなってマイケル・ジャクソン的な、もうみんな大好きだよみたいな感じになるのかなとか思いましたけど。気になってた絵文字の話とかって、ヤギラくんのインスタのストーリーめっちゃ絵文字が入ってくるんですよ。え、ね、ですよね、ヤギラくんなんか絵文字めっちゃ使うじゃんっていうのを言いたいです何の絵文字が好きですかって聞いたら、私はなんかこういうなんか安らかな顔してるのが好きなんですけど、ヤギラくんはハートに炎がついてるのが好きだっておっしゃってました何にでもつけるらしいです、あの親しい友達には。よろしくハート炎みたいな感じで、結構熱い男なんだなと思いましたね。白くさんは事務所の先輩ですね。白くさんでも髪上げると全然印象変わりますね。所長感めちゃくちゃ出た。うちのお母さんが白くさんに似てて顔って言ったら、白くさんの真似してあの丸眼鏡買ってました。あなたが白くさんというので私も白くさんになりますとか言われて、変わってるんですよ母親が。買ってましたよっていう話 したいなと思ったんですけど、多分はぁって言われるだろうなって思って言うなめた。もうここまで出かけたんですけど言うなめましたお母さんですよ、お父さんじゃなくてはい、母親が似ていますなんかめちゃくちゃ厳しいのかなと思っていたんですけれども、優しく教えてくれますね、包み込んでくれる堤監督だけに。目しか笑ってないですよね多分マスクの下笑ってないでしょ、目だけすいません。あとめっちゃ忘れられないのがボソッと、あなたは幸せになれ、幸せじゃない人ですよ、私には分かりますって言われたの。あなたは幸せじゃないですよねって、私には分かりますって言われて、これはでも役に対するそういうイメージを伝えてもらってるのか、それともって思って、マリアマリエガですかって言ったら、うんって言ってた。あ、そうなんだって。多分いろんな人間を見てきてるから分かるんだろうなって思って、でも面と向かったあのまん丸いお目目で、あなたは幸せじゃないですって言われて、私には分かりますって言われてみたいな、今から演技するんだけどとか思っちゃって、普通に言っちゃうなと、なんかえーとか心の中で思ってたんですけど、え、そうですか、わあそうかもみたいな感じだったんですけどはい、そんなこともありました。はい、皆さんここまで見ていただいてありがとうございました。ただ私が食事をしているだけのシーンを見ていただいて本当すみません、あぐらまで書いちゃった、くつろいだって本当申し訳ないんですけれども、映画ですね、夏目新の結婚、大変もう本当に見応えのある作品になっていると思います。すごく胸打たれるシーンもあると思いますし、うわこんなシーンがあるの、すごい、こんなの見ていいのみたいなシーンも多分きっとあると思いますし、何よりスタッフさんの情報によると顔の寄りがすごく多いということなので、はい、私の毛穴にも注目していただきたいと思います。それではお楽しみに、ぜひよろしくお願いします。さよならありがとうございました。もも緊急ニュースです、あの死刑囚が結婚しました。僕が怖くないの？怖え、絶対あなたを裏切らないし、誰かを殺したいならちゃんと手伝うし、やって夏目新の結婚日本中を震撼させた殺人犯品川真嗣、これが太ったピエロ、本当に3人も殺した殺人鬼なのかよ。ちょっと待て、俺と結婚しようぜ。僕と一緒に暮らせる？好きだよ、あなた。俺にはお前重すぎ。夢を見たよ。見つかったのは最初の被害者。僕を騙したの？僕、あなた好みの女になるよ。誰かを殺したいならちゃんと手伝うし